お疲れちゃんスロットです。今日ですね、なんとバランス調整の内容がね発表されましたので、そちらをね紹介しつつ、また来シーズンね強そうなデッキも触っていこうかなと思います。ということで、残りね10日ほど今シーズンはあるんですけども、まあ、今季が終われば、バランス調整が行われるので、ちょっとねそちらを早速紹介していきます。でこちらですね、ツイッターの方でカブトムさんという方が、詳しくまとめてくださってます。ノートですね、はい。めちゃんこ見やすくて、マジでこれ音読するだけでマジ来シーズンのこととかめちゃくちゃ参考になるやんみたいな、わかるやんっていうぐらい詳しく書いてるんで、マジでただただ見ていきたいと思います。はい、音読ですね本当に。で、まあ、一応概要欄にも貼っておきますんで、気になった方いれば、はい、チェックしてみてください。ということで、来シーズンはね10枚のカードがね、はい、調整されますということで、ここに一覧出てますけども、めっちゃ変わりますね。で、はい、早速1枚目から見ていくんですけど、さあゴブリンです、ゴブリン。でこれゴブリンはマジでクラロワの、なんだろうな、クラロワのこの今のカードで、まあワースト3には入るね、弱いカードだったと思います。まあゴブリン、ババコヤ、まあその2枚が圧倒して弱かったかなというところで、まあ、ずっと弱いんですけど、それがなんだろうな、3体から4体になりました。でこれはね、僕の感じ結構強い、うん、流行ってもいいというか、もう流行りそうですね。ゴブリンってもともと火力自体は高いので、でここに書いてもいるんですけど、ホグもラグムもダクプリも完封できるそうですということで、さあこんな感じでね結構簡単に完封できますので、まあそういったところではこう火力枠だし、あとニコスなので、まあキングラからセパしてね、22からのこうロイホグセパとか、そういうデッキもちょっと増えるんじゃないかなっていう、結構楽しみですね。ゴブリン4体はすごい強そう。まあ誰もが思いついてたと思うんですけどね、ゴブリン4体にすればいいやんっていう話ですよ。でスケルトンとかもね、やっぱ最近めっちゃ強いんで、スケルトン減らせばみたいな、もともと4体だった時もあったんでね、まあ、そういった1体増えるか減るかとかでもすごい変わってくるので、まあ、このゴブリン4体はめっちゃ強そうというわけです。さあゴブリンギャングもついでに強化入りましたね。はい、やりこぶが3体になります。なので合計が6体で、ここにも書いてますけど、昔はゴブギャン6体だったんだね。はい、ゴブリンもやりこぶも3体ずつだったんですけど、まあ強すぎということで5人組になりましたが、さあ6人組に帰ってきました。まあ言うてどうだろうな、まあゴブリンもギャングも強化されたらね、なんだろう、メガナイト枯渇の新しい方とか生まれたりとか、まあ枯渇系はすごい強そう。まあでも、ぶっちゃけ縦戦でまだいい感も否めないんで、まあゴブギャンよりはゴブリンの方がこう、ちょっと楽しみかな。でさ、エリゴレ、これ結構危ない匂いがプンプンしてるんですけども、さ、攻撃速度が速くなります。はい、15%。で、全部ですね。はい、最初の巨体から、で、分かれたスライムとプチョ。はい、これ全てが攻撃速度速いので、まあ、ゆっくり守ってちゃあかんぞっていうとこですね。気づいたらタワーなくなってます。なので、まあ、エリゴレどうだろうな。でも、こういうのにも、ゴブリンとかはすごい優秀な気がするので、いや、マジで、ゴブリンが楽しみすぎて、あんま他、そんな気になってないですね、僕は。まあ、エリゴレもでも強そうだな。また環境でも変わるっすね。間違いなく変わると思いますね。そして、ナイト、HP3% アップですけど、結局、バルキリーだと思いますね。はい、まあ、無課金の方は嬉しいですが、結局はバルキリー。さあ、そして大砲、いや、僕ずっと言ってましたけど、大砲これぶっ壊れなんですよ。そう。なので、HP14%。まあ、いい火砲ではありそう。いい火砲ではありそうですね。はい。で、まあ、大砲が壊れたというか、火砲されたことによって、さ、ムートのね、壊れた後の大砲になる、あの大砲も弱くなりますよと。まあまあまあ、この辺は妥当かな。で、ロイホグも、さあ最近強すぎたんでね、ロイホグ僕も好きですけど、これが初撃が遅くなりますね。なので最初にタワーついてから攻撃するあれが遅くなるので、結構ねロイホグって頭鼻ちょんでダメージ入ってたのが結構遅くなるんで、 60% 遅くは相当ですからね。はい、なので結構遅くなる、まあ使えないことはないと思うんですけど、あのぶっ壊れロイホグではなくなりそうかなぐらいな、まあでもまだまだ使える範囲ではありそうですね。で、これはマゾネクの呪いの豚には影響がないですよ、ちゅうらしいです。はい。で、あとはマイティの HP8%。まあ、これも強すぎたんでね。もう今回単純に強すぎた奴らが加砲されてますね。はい。HP 加砲。まあ、もうちょい。まあまあまあ、やりすぎも良くないんでね。一旦加砲して、
どうなんかっていうとこですね。はい。で、迫撃砲、これ久々に顔来たんじゃないですか。さあ、4年ぶりらしいですね。めちゃくちゃ詳しく書いてる。さあ、HP が下がる。いや、迫撃もやっぱ上手い人たちだね。ずっと使ってる。そう、だから、まあ、今回でも迫撃も火砲で、なんだろうな、大砲も火砲でってなると、やっぱ高回転のカードが結構火砲されてるんですよね。そう、だから高回転時代が終了もしかして、つって。はい、大型環境が、今、なんなら来てるんですけどね。キョスケ火砲で来てるんですけども、より来るかもしれないですね。はい、ということで、それをね、防ごうぜということで、ババコアのリワークですね。はい、強化でも火砲でもないですよと。ちょっといろいろカードいじってみましたよということで、めっちゃ変わります。はい。コストが6になります。で、ババを召喚するのが遅くなります。けど、1回で3体。で、稼働時間30秒。で、破壊時が2体ではなくて1体だけ出ます。で、合計で今まで10体出てたのが、今回8体ですね。はい。なので、まあ、どうなんだろうっていう。まあ、これ多分結構分かれると思うんですよ。ぶっ壊れやろっていう人と、結構弱いんじゃねっていう方で、僕結構弱い寄りの意見なんですよね、これ。なんか壊れるの早い。僕、これは長持ちしてほしいんですよ。やっぱ場にずっと残っといてほしいんですけど、せっかく置いた子がすぐ壊れるやんちゅうとこで、まあ、6コスなんでね、また難しいとこではあるんですけど、まあ、これもちょっと触ってみなきゃまだわかんないみたいなところではあるですね。なんで今こう、ずっと弱いって言われてたババコヤとゴブリンの、まあ、言ったら雑魚2枚が、強化されましたね。まあ、強化かわかんないけどね、ババコヤは。さあ、ということで、で、合計8体っていうのは、3体、3体、で、3体、産もうとしてる1体が出たところで壊れて、破壊時の1体が出るみたいな感じっすね。なんで、それで合計8体という感じかな。こんな表記になってます。さあ、ということで、ざっくりね、バランス調整の内容見たんですけど、一応これは、まあ、9割ぐらいの確定らしくて、またなんかね、こう、ユーザーの意見とかを参考にいじるみたいな、ことも言ってますんで、まあ、もしかしたらね、もうちょっと、プラスだったりマイナスだったりが起こるかもしれません。ちゅうわけで、早速、来シーズン強化されるゴブリンですね。こっち使ってメガナイトオールブレイカー、はい、やっていきたいと思います。いや、僕このデッキ結構化けると思ってるんですけどね。どうだろう。なんかゴブリンって、さっきも言ったんですけど、火力高いんですよ。で、メガナイトの弱点って火力がないんですよ。だからゴレとか、まあ、ロイジェとかジャイとか、ああいうタンク系がきついんですよ。エリゴルとかね。ゴブリン強化してくれたらワンチャンねえかなっつって。まあ、最悪ね、U のまた最近だったミニペッカとかも使われてますし、このゴブリン型のメガナイトオールブレイカーには結構こう、夢をね、抱いてますね、僕は。よし。さあ、相手はアイゴレアーチャー。結構珍しいクロスか。これゴブリン4体になれば、ね、2-2でセパできる。さあ、ウッドも使わし、いやー、これ、アイゴレ型のクロスか？もしかして。さあ、ナイト型のクロスとかもね、めちゃんこ流行りそうだな。まあ、ナイト型の枯渇。まあ、バルキリーでいいやんっていう話なんですけど。さあ、ここには、端前から出していって、溶かしていきたい。さあ、で、まあ、なんか、なんとなくこの、内側ら辺になんか出しときゃ、ええ感じになるやろ、つって。うわ！めっちゃ逆行く。いや全然走らんやないかい。さあ、一旦耐えますね。いや、ゴブリンでフォグ完封、ラム完封、ダクピー完封。冷静にやばい。で、ゴブリンってもともとスケルトンラッシュに強かったりとか、あとなんだろうな。4体でしょ。囲みやすいっすね、あと。なんで、ミニペとか、なんだろう、何がいるかな。いや、4体になるだけで、全然違うと思うんですね。タゲも4回取れるし。やべ。なんか微妙な受けになっちゃった。そう。俺だけなのかな？ちょっと新環境が楽しみすぎてね。ゴブリン。まさかのゴブリン。正直もう、なんか見放してたというか、ね、期待はしてなかったカードだったんで。どうなることやらっちゅう。さあ、強化されるゴブリン。まあ、今まだ3体なんでね。はい、許してあげてください。さあ、めちゃんこ耐えられる。めちゃんこ耐えるね。もう俺も無理せず。
ちょっといいか。まあザップってムサゲだったけど、さあ一生これを繰り返し、ああもうここ行っていいっすね。ユーのこれ走れるんじゃない、走ってよかったよ。さあオールブレイカーも追加して、いやーでもエレスピュットっすね。いやうまい。あでもマースケが、さあマースケが、いやマースケ強い。これね、圧着になっていいんじゃないかって思う人もいると思うんですけど、やっぱ高回転のマスケが強いんで、圧着にしない方がいいんですよね。そう。これは相手は受けがなくて、もう諦めですかね。オッケー。まあまあ、これまだね、強化される前なんでね、つって、ゴブリンね。クロス相手に4体になってもあんま変わんなそうみたいなところもあるが、言うてウォールブレイカーにウッド使わした後のゴブリンの防衛は熱いと思ってます。思ってます。なんだろうな、小物系が増えたら結局大型の範囲が強いみたいな。スケキンとかも強そうだけど、ゴブリンでスケキン囲めそうっすね。今まで3体だと分かんない、使ってなさすぎて分かんないけど、うん、とりあえず囲めることに価値がある。範囲攻撃をこの複数ユニットで受けられることに価値があるんだね。よいしょ。さあこの嫌がらせ竹かわれ、うわでかいでかいでかい、これ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 。さあこのちょっとでも結構な大ダメージ与えてくれるのがこのゴブリン野郎。さあでランバーで守りながら攻めていく。でなんだこのマスケも延命したい。走る、いやーいいよ。でタルトが使ったらゴブリンで延命。まあここはどうせ突破できないからステディーかな。めちゃくちゃいいっすね。2個するんだよ、まだまだ。さあちょっかいかけて、ちょっかいかけて、これウォールブレイカー刺されっすよ。刺さりませんでした。あのライドラキング起動してえなーマジで。刺してくれるかな、死んじゃうかな。いやうまーってか美味しい。さあこれ結構価値格が近づいてきてる気もする。いやー苦しそう。いやータゲ変えるけどタルがいい感じに来ちゃったっすね。さあこれやっぱり形組まれると苦しいので、こんな感じでね序盤からゴリゴリいっちゃう。あやばい、レイジのせいで一発しか入らん。さあもうケツゴレ、いやーこれ絶対かぶると思ったんですけど、うん。さあでここのゴブリンの火力が高いので、これでね結構溶かせるんですよ。これっすねマジで優秀な点。なんかニコスなわりに思った以上に高火力なんで、ゴブリンでジャイ溶かす、ロイジャイ溶かすとか意外とするだけでも大型に勝率上がると思います。よいしょ。さあでもいっぱいね、いっぱいやりたいようにあとはやっていくだけですよ。オールブレイカーが迷子になってる。さあユーノが止まらず、ああもう何もかもが止まってない。さあユーノがまだ止まらない。ドップルキホー。さあちゅうわけで、まあ、ゴレライドラとか形組まれてきついのには、まあ、形組ませなければいいっていう、まあ、組まれたら別に 2-1 プランですね。そう、1個本気で守るのは、まあ守れたらいいですけど、まあ守れなかったら 2-1 でいいかなっちゅう感じで。さあ、ゴリゴリ。もう攻めまくってるだけなんだね。さあ、ゴブリン4体になれば、もっと変わるかもしんない。あんま変わんねえかもしんない。いや、変わると思うけどな。火力高いから。そうそうそう。で、ゴブリンいっぱい増えると結局でも、じゃあ何がいいってなったら、ウッド強いっすね。普通に。ウッドが強いのとか、スキラがちょっとなきつい。あーでもディガー系もこれ拾いやすくなるっすね。ゴブリン4体どこに出されてもほぼ拾えるぐらいにはなんのかな。そこまではいかねえかな。さあディガーコウモリ迫撃4。まあこれはお空振りのウッディ、
ケルトン舞台がワンチャン縦線かもしんないし好きかもしんない。あ、まあ出さなくていいかな。おゴブリンっぽいやつ来た。これもしかして相手コウモリの受けナッシングトゥーマッチ説ある。あー吹きあったもん。さあゴブリン、これディガーに使いていいけどな。吹きあって結構痛いっすよね。さあこういうのもゴブリン4体だと普通にカウンターになるね。無視できねえよな。やっぱ格上ゴブリンやばくね。え、格上のゴブリン来たらさタワーおられる、おられるは言い過ぎか。いやでもマジでめちゃんこいかれるくね。マジで格上チンパンのゴブリン強化されたやん。悲しいお知らせ。さあガゴ群れがいないんじゃない、これ吹き矢やりゴブコウモリだから。いやこれマジコウモリゲー来たっすわ。コウモリで右下に吹き矢が出そうなところを潰してあげて、あーいいファイボだそれ。しかもなんならちょっとキング起動まで狙ってる相手、これは危ねえ。ザップ打ってたら禁忌されてましたね。内側だ。やべ。いて、いて。はい、でも、その吹きはあんま狙ってなかった気がする。あー、いいウッドやん。さあ、まあ、コウモリは刺さる間違いない、今回。まあ、マスクもちょっと強いよな、結局。結構積極的に攻めていく。やっぱコウモリ受けきつそう。マジ攻め毒みたいなのがある。さあこれはいい流れじゃないでしょうか。まあ、ザップもあるので、あれザップのエイムが悪めでやんす。ファイボーが来そうなので遅れてからのオールブレイク。お、いやファイボー打ちにくい。さあファイボーのコストもなかったというわけで、なんか圧勝でしたね。ちなみに強化される前ですね、まあ、メガナイトどうだろう、ババコラとか増えてもこのデッキだとねやっぱ両サイドに攻めれまくれるし悪くはないし、まあ、メガナイトの弱点はキョスケとかなので今キョスケがやっぱ減ってるんだね。結構なチャンス。まあ、クエイクとかにはそのままゴブリンは強くないか。新環境。何が入るんだろう。まあ、ババコヤ次第みたいなところありそうだけどな。でも、ババコヤスケルとかにはゴブリン強いし、ババコヤはロイホグ。ロイホグもちょっと加工されたんで。いや、マジでメガナイト。参るんじゃね？説あるけどな、マジ。マジゴブリンの後活躍量でも変わるかもだけど、今まできつかったのにもこのゴブリンで世界変わるといいな。うん、ザップ打つかめっちゃ悩んだ。さあ遅延スケラかな。ああ遅延スケラ。さあゴブリンがあるのでこれは結構いいお知らせですね。ん、マイキーズ。あー、まあ、マイティ型の遅延スケルかな。うん、金起動。いやでも結構入るぞこれ。でかい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 。さあ結構入ったのはマジででかい。まあ、ポイズン打たれたら打たれたで、スケラ打たれたら別にゴブリンもある。よし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 、さあ。あ、この序盤に、お？しかもそれは？いやー、もう一発いってほしかったな。いっていいか、一発。さあ、もう1000まで削れば、ゴブリンって、なんかこう、マジで、なんだろうな。まともな表現できないんですけど、乞食軍団なわけですよ。あの宝箱とか荒らすようなね、多分悪いやつらなんですよ。でそれも餌を食うかのようにこうこのねスケルトンもいけ食い散らかせ、ほい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 、おい
いや、いた。思ってるより入ったわ。マジで。俺の思ってるよりも入ったわ。さあ、でもこれは、ちょっと逆でもいいか。で、U の出してるので、スケルトンラッシュ打てなくて、あ、じゃあポイズン打てなくて、さあゴブリン無双よと。あー、で、これはトレンタルが間に合うのか。おい、ギリ間に合う。いや、めちゃくちゃ散らしてるっすね、今。で、これもう一回あれっすよ。別にスケル打たれてもゴブリン出して、やればいいだけなんでね。さあ、フィーバータイム来てる。さあ、ザップっていうのが入って終わりかな。おい、さあ、ほぼ同時タワー落としです。まあ、スケルトンラッシュ、まあ、それこそババコアスキャラもありますし、新環境ね。2は強いですね。そうそうそう。いや、ゴブリンいるだけで、スケラ系はいいね。ディガー系にも強くて。今のもゴブリンいなかったらね、全然負けてたっすね、多分。さあ、順調。まあ、ラバとかにも結局ね、ディガーゴブリンとかめっちゃ強いから、そう。8枚ゴブリンもだってこれ相手普通に無視できなくなるっすからね。まあ、今でもちょっと痛いけど。うん、嫌がらせ。なんなら両サイ削りしちゃう。やなめなんだろうね。待ってくる。まあ、ラバかゴレか。さあ。言うてまだゴブリン3体っすから。まあ、スケラの可能性もあるっすね。おー、いや、ラバっすね。さあ、ラバちゃんなので、あの、墓石が嫌ではあるが、さあ、このユーノはタワーに走ってくれ。熱い。さあ、ディガーで削りながら、コウモリ、回し。いや、好き嫌だな、マジ。入る。スケキンやばいっす、さては。しかも、圧着衣みたいに消えれないので。激やば。あれ？痛すぎる。痛すぎる、痛すぎる。スケだろ。スケトリやばすぎ。いやー、これは一時交換したい。いやー、それうまい。押し込んでくれ。やばい。今の D が拾われたらやばい。いや、マジかよ。さあ、これは D が拾われだけでは逆サイ2000でちょっと有利取ってたんで、いや、勝てた説あったけどな。これちょっともったいなかったな。さあ、スケドラ、スケキンか。いや、スケキンきつかったっすね、今やってて。うん、スケキンにコウモリが欲しくなりましたね。でスケドラ向いてっていう、めっちゃ低めマスケでいけたらって感じでしたけど、ワンパンされちったな。確かにゴブリンとギャングがね、ちょっと増えるなら強そう。スケキンも、おお、いや、めっちゃ入ってるぞ。D が飛ばしただけっていう。さあ、ザッピー。相手ウッド使ったから、このゴブリンがめっちゃ強い。
もうちょっと抑えてほしかったですね。草でウッド使ってるんで、はい、墓石もあるよと。この家の庭ザッピーが回ったのかな。さあスケキン来たね。スケキンっすね。きついのが判明いたしました。低めマスケとかコウモリとかでメガナイトで踏んでカウンター繰りそう。このマスケを残せるかどうかっすね、マジ。まあ、行ってもいい気がするな。やべ。やからが来た。さあ、やからを処理さえしてしまえば、キツキツの終わり。うい。さあ、ロイジャイしばいていく。まあ、ゴブリン4体とかなればね、マザネクとかも囲んで、ワンチャン処理できそうじゃない。1体がこう、豚になるところを3体でね、頑張って頑張ってみたいな。のもありそう。さあグッドゲーム宣告されてしまう。いやーまあ結構だるい。さあここだけ処理してしまえばコウモリが無双してます。この3体ぐらいのコウモリで。あ、やべ、ゴブリンが。ゴブリンが行かれた。ゴブリンの、あ、でも残ってる。さあ、ゴブリン頑張って。いやー、耐えれば勝ちか。さすがに。最後、守って勝ちな。気がしますね。オーケー。さあ、まあ一応まだメガナイトのこのゴブリンくんは強化されてないので、まあ環境も変わってないので、まあ、なんとも言えないところはあるかもですけど、まあ、現環境から参るなら来シーズン絶対まだまだいけるでしょうということで、このメガナイトオールブレイカーちょっとね、来シーズン使います。はい、よかったら使いません。皆さんもちょっとね触ってみてください。よければチャンネル登録、高評価もねお願いします。ではお疲れ様。まだいい。うい。